どうぞ。はい、レンレン。はい、今日は多肉寄せ植えクラブ本日3回目の授業、はい、どうぞ。3回目、本日3発目はゆったり授業や、ゆったり授業。はい、どうぞ。今日の動画出演おめでとうございます。おめでとうございます。お店の宣伝になるよねっていう、みんなの個人事業のしやつら、はい、どうぞ。おかしいですね。どうぞ、寄せ移して、かわいいけん。かわいいよ。カゴ、ワイヤーのカゴ、カゴ寄せ、カゴ寄せ。なんか一人生徒じゃない人がおる。なんかこう黒い人がおる。黒い人が。ちゃんと映してよ。お、なんだ、ここになんか見覚えのあるやつがいるぞ。こいつは寄せ植えできるのか。コンテスト出展するぞ。できてる、ちゃんとできてる。タイムアタック30分。長いなぁ。30分長いなぁ。タイムアタック。タイムアタック。分かったから。プレッシャーに勝たな、男は。プレッシャーを楽しむ。リサちゃんはしてる。え？リサちゃんはしてない。タイムアタック。タイムアタックもしたんやろ。あっこもすごいね、あっこ、あっち。え？鹿沼の山。今日大学生が必死にやった残骸。はい。どんどん寄せ上手な人が増えておりますね。もで来年来年1月頃リエール多肉寄せ植えクラブ募集しますので、第2期生をね1月募集しますんで、お願いしますね。いい T シャツ着てますね。ね、そうでしょ。モンスター、ハングリーモンスター。そうです、ハングリーモンスター。そうでしょ。いいよ。いいよ。どっちがいいですかね。普通やりやすい方で。いいよ。あなたの自由です。はい。自由です。
はい、どうぞ。ちょっと待さあ、しらこ。はいよ。しらこ。名前を言う。名前なの？違うよ。名前？ニックネーム。タイムアタック。カズくんもあの右利きなんで右にセダムを置かな。やっつけるよ。あ、これパパが嫌いなやつ。嫌いなやつ。パパが嫌いなやつ。怒られる。怒られる。誰だと思ってんの？穴埋めしたら気をつけて。たけちゃんだよ。出したらいいんでしょ。神経。タイムアタック。取り合わない。すべてクリアしていたんだ。もうちょっとできれば50人いいな。難しいよな、カゴは。動くよな。もしゃもしゃのヤシガラでごまかしてもいいよな。ああ、それでもいい。そっちよね。それでもいいって。あと12分。それがな、こうなりすぎて、三角になりすぎてるよ。そこをちょっと、上。ちょっと上、角度を。丸く見せるようにしてみよう。な、ほーら、かわいい。これね。とんがってたよな、今、三角みたいな。そう。本当にちょっとしたね、ないの、角度が大事なんだよ。
くなったでしょ。なんかピースしてきたけ。マネ、リサのマネ。でもやるよ。やるやろ。ちょっと遠いね。やるでしょ。リサピース。ちょっと遠い、ね、ちょっと遠いピン。おかしいやろ。そうそう、そういうことや。全然共通と関係なし。関係なし。頑張れ、神プル。はい、どうぞ。はい、神プル、頑張れ。白子、頑張れ。はい。ソネさん、頑張れ。本名、本名言うな。頑張れ、ソネ。頑張りますよ。はい。ソネ、シラコ、カミプル。はい、頑張れ。迷惑。なんかな、関係ないね。野生クラブはこういう教室だけじゃなくてオンラインでの、うん、教室、オンラインでの教室もあります。あ、オンラインが多いよね。オンラインもありまして、1回以上ね。あと何、向こうイベント会場、うん、大分とイベント会場で、うん、大分は毎月で、あと全国の全国のイベントの会場で野生教室ね、うん、できるから、はい、まずオンラインで勉強する、ね、うん、動画作り方を教えるからね、うんうん、そしてイベント会場のフェスに来る、野生教室やる、あとは苗の発送をして、うん、同じ苗でオンラインでこうやってやるんだよっていうのをやる、寄せ植えパーフェクト。はい、どうぞ。今度の応募予定が来年の1月。うん、そうそうそう。そうそう。絶対上手くなる。あ、これ YouTube メンバーシップ。メンバーシップか。はい、募集になります。OK？ はい。終わりです。え、終わり？はい。もう？リサ、リサ。はい、どうぞ。はい、はい、じゃあよかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。はい、バイバーイ。